こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビーター始めていきましょう。今回はですね、公式戦第2戦11位の高知四万十市との戦いです。で、前回実装鹿児島新勝でしたね。意外と苦戦した。せずに勝ちに行きましょう。まあ能力見てみるか。落ちてしまうとその能力です。まあ聞いて、キーパーが特に久富が強い。油断できない。なかなか強いチームだと思います。行ってみましょう。今ご覧の通りですね。エリカを緑を出しましょう。今全員は強くないのかな。というかキーパーをいかに打ち破るかっていうのがこの試合のポイントになります。四万十リバーサル、リバーサイドパーク、敵地で行われます高知四万十戦です。四万十って書いておくか、四万十市でいいのかな。しっかりボールをキープしていきたいところですが、捉えてしまった。お、窓かな。どうも、さすがにこれは破られます。一人で向かっていくのちょっと無茶です。しっかりパスでボールをキープしていきたいところ。おっと怖い。人気は高さ。いずれテクモの曲つばやりたいな。クラリス先制点。いいですよ、これ。ちょっと楽になりますね。本当です。もう1点欲しいです。キーパー待機したんですが、クラリスがうまかった。クラリス、クラリスとつないで、先制点です。さあ一気に攻められます。これはちょっと危ない。パスはうまく通ってる。危ない。わあ、これは危険。危険なコーナーキック。こういう時点取られますからね。セーブか。さあ一気にこちらが攻勢だ。マドカに渡った。それをくるみ2点目。素晴らしい。コーナーキッカーピンチを逆に乗り越えて一気の攻勢。まどかからくるみが2点目を取りました。チーム2点目です。キャプテン翼ですね。ファミコンのテクモ版
主力選手、翼くんとか三崎くんとか鹿島津くんとか、もう覗いた日向くんとかを覗いたあのメンバーの動画のメンツで、あの西ワールドユースまで勝ち残れるかっていう動画をやりましたので、前半終了。疲れは窓からがちょっと止まってます。窓から本当頑張りました。見事変えましょう。しっかり勝っていきたい。相手の疲れはどうなのかな、状況で見れるか。疲れてない。そうでしょうね。さあ、2点のアドバンテージを言いまして後半スタートです。そう、キャプテン翼の主役が主力がいない。あれ面白かったですね。キーパーを崩してピンチです。ピンチを乗り越えます。思いがカバーする。キーパーをあの倒して、キーパーまだ倒れているっていうところで狙います。くるみ3点目。あの鉄壁と言われたキーパーから3点を取りました。これは本物です。快進撃さよ。ただくるみがシュートを決めました。くるみは2点目です。さあ3対0、大きなリードを保ってセーフティーリードか。ここまではあのきっちり点を取れております。少ないチャンスを生かせているっていう感じですね。さあ逆にピンチ、谷原、これは転校、あーっとペナルティーキックになってしまった。やり水です。これをキーパー防いだ。これはスローインになります。これは夏木がキャッチ、ピンチを出します。ここ大きなハイライトだったですね。ペナルティーキック防ぎました。横飛び、おっと4点目。さあどんな感じなんですか。節子がセンタリング上げて、くるみでした。決めたのはくるみ、ハットトリックです。快進撃ですね。キーパーも止めるし、いい試合じゃないでしょうかね。キャプツバの話に戻って、キーパーを倒す、いや本当にもちろん相手も点を取ってくるのでかなりのシーソーゲームになって面白かったですね。4点目、5対0、一気にワンサイドゲームですね。節子からくるみが取りました。くるみだけで4点ですよ。さあもう残り10分を切っております。なんでひょっとしたらあのキャプツバ、テクモ版キャプツバやるかもしれません。ただ何らかの条件を敷います。7個しっかり決めました。6対0、これ公式戦です。公式戦でこれだけの対処するのは本当初めてじゃないでしょうか。そしたらキャプツバやるかもしれませんので、何らかの条件をつけます。翼くんがシュートしないとか。インパクトあることをしますので、よろしくお願いします。
せたいな。前半17分にもうこれですからね、先制点ですから。枠内は7本ですが、その中に6点が入っています。ボール支配率も見劣ってますが、それでも、コーチシマントスは0点、こちらは6点と対勝いたしました。うちくるみがですね4点取ってますね。相手がかわいそうになるぐらいの対勝でした。これに2戦2勝、今2戦2勝なのは4チームですね。ロッセ大阪はすごいな。5対1とか4対1とか、えぐすぎないか。特にやっぱり、エルドラド欧州に対して、ちょっと落ち気味ですが、圧倒的に突き放してるのはすごいな。さあ、そしてその勢いに乗る、リバッセ大阪が次の相手。本当に初めての天皇さんですね。本丸が出てるんだ。これはびっくりですね。フルホルティール浜松のエースストライカーじゃないですか。何があったんでしょうね。不満でもあったかチームに。お、オードリーですね。悪くはないけど。あ、でも。強いチームだっていうのは間違いありません。まあ、下はそんなに強くないから出る選手次第ですね。基本的にフルメンバーで戦いたいと思います。もう5月3週まで試合連続で非常にタフな日程になってますが、なんとか、まあ、乗り切って首位でここまで終わってるといいなと思います。またアジアチャレンジ等にもあります。今年こそですね。
ということで、カルチョビーターをお送りいたしました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しております。よろしければ見てください。カルチョビーターの動画集も説明欄に記載しております。こちらもよろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。